い、じゃあ長らくお待たせしました。はい、本当にお待たせしました。カード地獄終わりまして、さあじゃあ行きます。あ、ここでちま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 待っとるアクアオールから、もういいか、逃げるか。さあ来たよ、ガーリック。愚かな者たちよ、それだけの力を持っていながら神などに味方しよって、お前たちの持っているドラゴンボールを奪い、必ず永遠の命を手に入れてやる。ちょっとなんかあいつに似てますね。何やったっけ、ピラフ、ピラフっぽい感じですね。緑のピラフみたいな。さあスカウターでまずは確認しましょうか。なんかデブやな。うわ強い、2500か、まあまあ強い。あっそう、まあ一回ちょっと実力を軽く。2500か、おどうなの、弱ー。あー、こっちの強さがやっぱちょっと上がりすぎてるか。どの入る20。あー、まあ大丈夫ですね。防御力はニッキーよりは低い感じやから、多分ニッキーと一緒ぐらいかちょい低ぐらいやから、余裕やなこれ。ガーリックさんよ、海王様をとりあえずピッコロだけ使っといて、ピッコロで必殺技って来たら打っていく感じでいきたいと思います。これ使うか、それともこっち行くか。こっち行こう。ませんか。余裕でしょ多分。超能力。割と入るわ。あー余裕や。よいしょ、25。あっという間に5分の1を失ったぞ。丸がいい。よし、一発撃ってみようかな、爆裂魔候補あたり。よいしょ、でかい。よーしよしよし、効いてるな。あれ？めちゃくちゃ余裕や。あー楽勝。魔漢光殺法でもう80-90入りそうっすね。まああえて魔漢光殺法打つ必要すらないな。もったいないっすね。効率的には速さを求めたら多分魔漢光殺法なんですけど、 BEのマネジメントっていう意味では爆裂魔法法で50ぐらいダメージ与え続けた方が絶対楽ですね。早いじゃなくて回復が必要がないんで余裕持ってやれる。早期弾、動けへんからもう舐め切ってっからこっちは。動けないときはかわせへんってことなんだな。絶対当たるんですかね。
よしよし、うわ、聞くわ。結構聞くわ、ほんまに。よいしょ。ガーリック全然大したことないやん。ていうかあいつら3人組んだらガーリック倒せたんちゃうの。下克上いけたかもしれんな。よし、来た。爆裂魔法。よっしゃ、2や。これ100ぐらいいったかもしれんな。これ100ぐらいいったかも。おら、どうなの。おら、めっちゃいった。うわ、やばい顔しとる。なんか子供みたいな感じやから、ちょっとかわいそうなことしたな。ご飯ですらもう19も入ってしまう。でもう次のターン決まりますよ。これいいんかな。こんな簡単でよかったんかな。あー、決まったな。撃つか。口から開口線撃つか。これでもう決まりでしょ。あー、決まった。いいしかない。防御が、あー、いや、ふぅ。はい、ごちそうさん、お疲れ。あ、変身や。私の本当の力を見せてやる。あー、そらそうか。やっぱ弱すぎるもんな。ガーリックからとてつもないパワーを感じる。ガーリックの体が巨大化した。うわ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 、おどろおどろしい感じになったな。強そう。お前たちの力のなさを思い知るがいい。あー、しまった。ピッコロめっちゃつこてもた。ちょっと待って、もう一回じゃあスカウター。うわ、ムキムキマンやん。うわうわー、強い。3500の HP950 か。これは強いね。これちょ、ピッコロ使って。なるほどな、面白いやんけ。やってくれるやんけ。ちょっと待って、ちょっと回復しといて。まあまあ、ちょっと様子見てみますか。どれぐらいのダメージが入るのか入らないのか。しようかな。超能力やばいな。見た目変わりすぎやろ。トグロちゃうねんから。あの、そこそこ入るな。守備力はそうでもないっすね。攻撃力は相当上がっとる。でも守備力はそうでもない。案外いけるかもしれん。ちょっと長くなりますけど、多分長引くけど倒せないってことはないでしょう。よし、ケンさんいっちゃって。よしよしよし、割と入るわ。柔らかい。よしよし、いけるいける。じゃあカリン様を1個使って、まあね、試してみましょうよ。どれぐらい入るのか、果たして。魔眼光殺法、これでどれぐらい入るか分かる。
行は4。貯めて貯めて貯めて、いけー、刺さったー。89、あ、余裕や余裕やわ、こんだけ入ったら十分っすわ。あとはまあ向こうの必殺技警戒するぐらいですけど、まあ、うちカマセイヌのキャラクターいっぱいおるし、多少死んでもええわ。天津飯にも海王様使っとこうかな。地震の剣気候法打ちたいっすよね。じっくり行っても全然大丈夫ですね、多分ね。よし、あ、ちょっと待ってください、海王様使います。海王様あと1枚ない、ないか。最悪まあもうカード補充できないとしても悟空に使うことができればいいんで、もういいでしょこれで。剣気候法マックス技、これでね、まあ5、60期待入ってくれたら。BP でも3500はちょっと予想外やったな。3500までこっちが持っていこうと思うとやっぱ相当時間かかりますからね。さすがにそこまでは無理や。よっぽど暇じゃないと。よし、いけー。どれぐらい入るの。よし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 、効いてる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 。よっしゃ、いくよー、打ち込みーです。さあ、必殺技や。もうでもあっという間に689まで来ましたから、うわ、いかついな。うわ、でかいでかいでかい。全然やん。余裕や。もう、一応ね、BE が、エネルギーがちょっとなくなってるんで、どこかでシェンロン使おうかなと思いますけど。まあ、みんなそれぞれ必殺技打ってからでもいいかなと思うんで、 BE 使い切らせて、ある程度使い切らせてからでもいいかなと思うんで、ちょっと様子見つつでいきます。ちょっと余裕なんで。相当余裕なんで。体力多いな。しゃあないけどな。よし、必殺が来た。ちょっとご飯が若干心配なんですけど、回復のものはもう軽い回復はないんで、そのまま行くか。ちょっと心配なんで、カチカチの固めの攻撃で
わ、すごいカード持っとるな。うわー、食らうな。ご飯だけ結構食らうな。やっぱ BP 差が一番ありますから、言うても食らうな。全然やな。じいちゃんカード一回使ってみようかな。2枚あるんで。どうなるかな。超能力みたいなことやと思うんですけどね、多分。動けないみたいな。ぐらいのことだと思うんですけど。お、来た、必殺技。どうしようかな。どうしようかな。これでドドンパ打って、次のターンでシェンロンかな。すごいな、なんかこいつの筋肉ムキムキですね、本当に。何やこのムキムキマンは。ズボンはどこで売ってるんですかね、あれ。ちょっとピッコロともかぶってる。なんかピッコロとかぶってますよね、全体的に。その色もそうやし、なんかナメック星人なんかな、こいつ。しょぼ。よし、じゃあシェンロン使います。1つ使って、ちょっとじいちゃんを試しに使ってみます。じいちゃんがどういう効果を果たして発揮するのか。動き止めるだけやな、多分。でしょうね。どうしようかな。120使ってしまうか、気候砲を指針の剣を3発とか、そういう感じで分けるか。分けた方がいいような気もしなくもない。まあいいか。おお、じいちゃん効果、じいちゃん効果。ピッコロはちょっともう分けますね。魔漢光殺法じゃなくて、魔光砲を2発打ってみたいな感じでいこうかな。こいつはまあいいでしょ。はい、69。456やから、もう半分は来ましたね。時間かかるな。時間かかるけど、やっと半分来た。チャオさん、必殺使いたいですけど、早期ほんまちょっとずつですね。あー、時間かかるな。しょうがないですけどね、この辺は。ちょっと聞いたらいいんやけど、海王様はもったいないから、さすがにヤムチャとかには使えない。
よし。必殺いっぱいあんねんけどな。まあ、先行。早期弾。うわー、食らった。結構食らった。なにー、早期弾はやっぱり当たるのかな。当たるの確定かもわかんないですね。やっぱなんか早期弾はかわせないっていうイメージなんで。まあ当たるというか、まあ当たるまでヤムチャが操作できるっていうのが早期弾。気を操るってことですね。早期弾。当たらへん。残り359。当たった。いいっすよ、むちゃ。よし、やった。うわ、結構ダメージ食らうな。ピッコロが死んでしまうとやばいから、しまったな。先に必殺技やっとけばよかった。こんなにダメージを食らい始めるとは思わなかったです。そう、すげえピッコロ狙ってくるな。めっちゃ狙ってくるな。やばいやばい。あれ必殺技食らったら死にますね。ピッコロが死んだら相当辛い。というかピッコロ死んだらゲームオーバーか。多分ドラゴンボールが使えなくなるからゲームオーバーになりますね。おそらく天津飯チャオズヤムチャが死んでもゲームオーバーにはならないはず。クリリンパターンになるはずですから、これ撃ってしまうか。撃ってしまって回復する方向で。うわ、やばい。あ、よかった。大丈夫かな。やばい、これやばいぞ。あっぶねー。泡吹いとる、泡吹いとるわ。これ危なかった。この20分の無駄になるところやった。よし、いいね。あれね、必殺技がエネルギー入ったから多分助かったんすね。なんか強い技もし使ってこられたら死んでた。ただのラッキーです。あ、顔がメガもう白目がもうひどいことになってる。あかんあかんあかん。あの顔はあかんで。めっちゃ怖い。怖い顔してはるわ。
て、爆裂魔候補、爆裂魔候補、まあまあ観光殺法でもいいですけどね。4ね、爆裂魔候補で5、60入ったら嬉しいなって感じなんですよね。7、4、7、こっち攻撃7、向こう4なんで、まあ、もう一発ぐらい同じ規模のが打てるんでね。これで多分魔漢光殺法やっても100は入らないと思うんで、よいしょ、よし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 、残り162、みんな結構活躍してるな、役立ってますよ本当に。ちまちまですけど、ダメージはちゃんと与えてるからすごいいい勝負してますね。あーどうすっか、爆裂魔候補もう一発そっか、内から開口戦でいいか。すごい名前やな、よく考えたら技の名前すごいですね。これで超能力、超能力とかなんかすごいし、うわ結構食らうんちゃうこれ、うわー125、超能力であと多分2ターンいけるから、あと2ターン縛れるんで、もうその2ターンで下手しい決めたい。いやーし、よっしゃよっしゃよっしゃ、聞いた聞いた、決めに行こうかな、口から開口戦でいいか。じゃあこれもう一回超能力やったらどうなるよ、永久に縛れんのかな。それやったらもうチート級ですけどね。7なんで多分かわされるけど、当たればラッキー、よし、あそうか超能力で動けへんから当たるの確定かな。あと29いけますよ、よいしょ、18、おい、タイムストッパー、これで何ターン持続するのか。よし、来た、終わった、多分終わった。よし、へぇ、いったー、よし、やったー、絶戦者がガーリックの持っていた最後のドラゴンボール、イー神獣を手に入れた。これで悟空を生き返らせることができるぞ。オッケー。その頃あの世では悟空の修行も大詰めを迎えていた。覚悟はしておるだろうが、わしの修行は想像以上に辛いぞ。どうせ目指すなら宇宙一じゃ、天下一じゃ、肉体もそして心もだ、良いんだ。はい、ちょっとセーブしますか。現状、うわ、悟空めっちゃ強なってるやん。え？うせやん。せこいわ、こいつ。こんなとこいるだけで。ずるいわ。はい、じゃあ動画移動します。次は修行。